でチャンピオンはマークワトキン。おいチャンピオン、何してんだよ。早くリングへ入れ。皆さんお静かに。ここにいるワトキンに代わって今新しい友人が我々のゲームに参加したいとの申し入れがありました。我々はその友人の顔と名前は知っていますが、どんな性格なのかあまり知りません。新しい友人を知るのにボクシングに参加させてみるのもいいと思うのですが、いかがでしょうか。一体誰なんだよ。新しい友人、まさかディオ・ブランドー君です。いいぞやらせろ。一体どんなやつだ。 OK 認めるぜ、やらせてみろ。ディオ、ルールを説明しよう。相手を倒して立ち上がれなければ君の勝ちだ。つまり相手を徹底的に叩きのめせばいいわけだ。そのルールはロンドンでやったと知っている。行けジョジョ。そんなよそ者やっちまえ。新たな力が湧いてくる。クズがカズだろ。こんなやつにザコがやっつけてやる。こんなやつにやっつけてやる。クズがカズだろ。この程度がやっつけてやる。こんなやつにこの程度かカズだろ。この程度かカズだろ。カズだろ。こんなやつにクズがカズだろ。動きはゲームは下巻き、今までに見たこともない動きだ。当たらない。まだまだ安心するなよ。この程度か。この程度か。クズが。まだまだ安心するなよ。やっつけてやる。この程度か。クズが。やっつけてやる。クズが。クズが。クズが。この程度か。まだまだ安心するなよ。やっつけてやる。こんなやつに。クズが。まだまだ安心するなよ。クズが。この程度か。クズが。このまだまだ安心するなよ。ザコが。クズが。この程度か。クズが。この程度か。ザコが。ザコが。やろう。クズが。クズが。やろ。この程度か。この程度か。クズが。この程度か。クズが。まだまだ安心する。やっつけてやる。この程度か。まだまだ。おお。
クズが。まだまだ安心するな。クソ、ザコが。ザコが。新たな力が湧いてくる。ザコが。この程度か。この程度か。キャッキャクズが。この程度か。ザコが。ザコが。新たな力が湧いてくる。ザコが。この程度か。クズが。やろ。ザコが。ザコが。この程度か。やろ。この程度か。ザコが。うわ。おお。この程度か。やろ。ザコが。ザコが。おお。動きは。この程度か。まだまだ安心するな。やろ。この程度か。キャッチ。この程度か。やろ。まだまだ安心するな。よこしさばき。やろ。こいつ思ったより鋭いパンチだ。まだまだ安心するな。やろ。この程度か。この程度か。ザコが。この
の程度か。そう、クズが、クズが、クズが、カナコが、この程度、この程度。まずボディを打って動きを止める。そして見せてやるぞ、ゴロツキどもがやる貧民街ブースボクシングの技巧をな。味わいな、強烈なディオムストレート。これで僕の勝利は決まった。しかしまだまだ安心するなよジョジョ。このまま親指をこいつの目の中に突っ込んで殴り抜ける。すごい、すごいやつだ。新しいボクシングの防御テクニックを使っただけさ。特別ここにいる者だけに教えてやってもいい。本当かい？ぜひ教えて。僕もでもジョジョには絶対教えるなよ。あいつはすぐ秘密を漏らすやつだからな。強いやつとか何かをしてくれるやつと友達になりたいとは誰もが思うこと。こうやってまずジョジョから友人たちを取り上げる。孤独は人間を空っぽにするからな。奴を無気力なふぬけにしてやる。そして次第に奴から全てのものを取り上げ、大人になる頃には奴が相続するジョースター家の財産まで俺のものにしてやる。なぜこいだ、わざとだ。なぜこんなことを。目から血が出てる。